こんにちはか、まだ。こんにちは。ちょっとね、配信、オンステージの配信前以外にこうインスタライブするのは初めてかな。こんにちは、こんばんは。コウスケ、キンキーコウスケ、大好きだよ。今日の髪型最高です。あ、ありがとうございます。今日オーステージないですよ。ちょっとこんばんは。今日はオンステージないです。でもなんかちょっとね、いろいろ告知もあるし、お疲れっす。コウスケは忙しいのかな。コウスケいるね。マークいる。たまにコウスケともあれだよ、連絡取ってるよ。写真集、そう、写真集出るんですよ、7月25日に。オンステージはまた告知します。こんばんは。舞台中止になっちゃったのに忙しく、あ、そうなの。じゃあ近々キャッチアップしましょう。インドネシアからハロー。コウスケ写真集買ってね。嘘嘘。そう、33歳でファースト写真集だからね。すごいよ、すごいことだよね。多分あんまないと思うんだけど。写真集は7月25日です。で、今日8時から8時から初回限定版の先行販売というか、まあ、発売は7月25なんだけど、そう、そう、8時から、まあ、初回限定版は数量限定で、まあ、200部なんですよ。で、T シャツと、初回限定版限定の、カバーというか表紙ですね。あと、メイキングの、メイキングも撮ってたんで、メイキングの DVD、3つだね。33歳でもっとそうですね、配給やってた時は、20代後半、最後30歳かな、やってた時は。ですよ。そうですよ。まあ、なので8時から、もし興味ある方は、写真集、よかったら買ってください。メイキングいいです。メイキングも、がっつり入ってたんで。そうだから、初回限定版の表紙、メイキング DVD、オリジナル T シャツ、これもね、限定200なので、もうこれはもう再販なしです。まあ、盛り上げてください。7月25日まで、ね、イベントとかもできたらいいですねっていう話はしてるんですけども、はい、結構もう攻めた写真集になってるんで、
T シャツもあのちょっとあの今はちょっとねお知らせできないですが、ですがですが、あと普通の通常版の表紙もまだちょっとあのノーセットです。これは乾かしたもの、あの通常版はまだちょっとね明らかになってないんですけど、まず最初は初回限定版、これ見えるかな、なんかバグってる。これが初回限定版の、はい、カバーですね、表紙。これもう上着てないですねそう、ケイタさんお元気ですよ。緊急インスタライブです。そう、こんな感じ。これもだから限定200だよね、この表紙は。本当の本表紙というか、あれはもうこれじゃないんで、写真は、うん、なのでこれをね、ぜひ気になる人は初回限定版でゲットしてくださいっていう話ですね。明日私も33歳。お、同い年だね。見るとあれやばいって、って外だから音声聞こえないけど、なんかジェスチャーで読み取ります。そうよ、ちょっとね、さっきあのジムに行ってきたんで、シャワー浴びて乾かしただけです。ちょっと伸びたね、髪が。すぐ伸びるからね。そうなんですよ、サイトの新規登録しといた方が、しといた方が早いと思いますね。ちょっと僕わからないけど、お手手振ってください。目が綺麗ですね、ありがとうございます。いやいや、もう本当にこれね、もういろいろ詰まってるんで、いろいろ攻めてるし、まあ、この表紙だけでもね攻めてるけど、まあ本当もう一個のはね、あの通常版の表紙もまあ攻めてますね。これはもうここで言っときます。今日出かける予定とかの、いや特にないですけど、この中タンクトップだしこれシャツ着ただけ。14歳違う方の写真集購入するの恥ずかしいな。ぜひぜひ。いつもねこのさわかす加工なんだけど、今日はなんかちょっと普通のページ数、ちょっと100だったかな、ちょっと細かくは覚えてないけど、でも結構多いですよ。チリからお会いしましょう。今日愛してみて感動してきましたいいよね、演劇配給いいよね。これと何もないの、通常版と先行版は違いますよ。これ初回限定版のカバーです。だからもう通常版にはこれはないです、200部限定。左斜めを読み上げてほしい。こっちどっちですか。こんにちは。はい、はいガーイス。写真集のために、そうですね、あの体絞りました。6キロかな。愛してみて舞台役者になると決めました。いいですね、いいですね、なりましょう。好きなことをやりましょうね。表紙には文字入んないです。表紙には、タイトルも入んないです。これは本当に初回限定版
ていうことで、オリジナルなので、あの、なんだろうな、って言うんだろうな、通常版とはちょっと差別化したかったんで、あの文字は入んないです。この写真だけね、サンプルっていうのもないです。ないです、ないです。めっちゃかっこいいなって思います。ありがとう。昨日のゴルフのスコアはまたお知らせしますまたお知らせします。なんか動画載っけるんで、じゃあ動画載っけます。この間言った動画載っけます。ちょっと角度今日部活大会でした。お疲れ様です。卓球30代って魅力たっぷりです。いやー、30代もなかなかいいですよ。Look at my display picture. It's you. 本当だ。これ、ってやってる。こんにちは。両方買います。ありがとうございます。フィリピンであなたのライブを見ています。いつも元気でいてください。ありがとうございます。日本語で。あなた、かわいいです。あのね、33歳なんですよ。かわいいなんて、そんな。練習試合してきました、バレーボールの。ポジションどこですか？部屋に飾り、あ、いいですね。そう、なんか、ちょっと、なんか、いいんじゃないですか？見てるなんか上裸の人が見てるみたいな。最近リアタイで見れる人も増えるし、あ、オンステージの方にも見に来てくれてるのかな。そうだから今日8時です。8時から初回、さっきのこのこれの初回限定版は8時から、あのツイッターからリンク飛べるので、あの俺のストーリーからもいけるかな。ので、あの、ぜひ初回限定版が気になる方は、初回限定版はなんか何回も、すいませんね、あの気合入ってるんですよ。僕全部、関わったんですよ。もう企画の段階から、ロケーションも衣装も、もちろん衣装もだし、レイアウトもそうだし、そう。だからなんかあんまりこう宣伝とかするタイプではなかったんだけど、これはもうぜひ全てが詰まってるんでね、買ってほしいなと思っております。ファスト写真集だからね。しかもちょっとね、いろいろ絞ったりとかね、頑張ったしね。自分のペースで今の高校に通うことになりました。まあそれはそれですごくいいと思いますよ。相談してくれたの覚えてますよ。Can we hear you speak English? Hello, how are you? 笑うとエクボできるのですね。これエクボっていうのかな。こんばんは。これ今ジャズ流してます。ちょっとジャジーな気分だったんで。マレーシアからこんにちは。こんにちは。What do you like anime? Absolutely Haikyuu. あなたは写真のためにポーズを撮ることできますか？3, 2, 1. センター。背が高いのかな？写真集のお気に入りショットとかもね、あの発売したらそういうのも言っていきたいよね。舞台またやりたいですね。服下の方文字入ってますか？入ってる。なんて書いてあるの？
服姿の写真もありますか。遡ればあるよね。初回版欲しいです。これうざいぐらいうざいぐらいに宣伝するけど、そう、初回版は200部限定でこれです。Amazon とかでも買えるので、 Amazon から Amazon 買える人だったら買えるかな。 Amazon でも買えるようになるんでね。初回限定版はトランスワールドさんのホームページですけど、普通の通常版は、7月25日から Amazon で買えます。初回版は限定200部です。だからまあそのね、メイキング DVD もあるし、 T シャツもあるし、で9800円ぐらい。私は勉強しているので、あなたが話していることを少し理解します。すごい。どこの国の方なんですか。 ZELOFF さん、 TM リツイートしました。ありがとう。いっぱい広めてください。マハールキタ、マハールキタ、なんかこれ一番悪いっす。上の方がいいのかな、見づらい。すげえテカってんだよ。写真集買います、ありがとう。最近ハマってること、ゴルフかな。ゴルフですね。血を直さなきゃ。これとかなんか肌やばくね。作り物みたいな。やめようか。はい、こんにちは。竹中さん、めっちゃかっこいいな。ありがとうございます。竹中さん、男性ですか女性ですか。購入ページブックマークしとこう。 Yeah, thank you. What is your name? ケイタ田中。 Call me Katie. 配給の仲間と会ってます。連絡は取ってるけどね、最近、なかなか会えてないですね。写真集絶対買います、ありがとう。ピアス開けてますか。開けてます、開いてますよ。こっち3つ開いてる、実は。でも2個ぐらいかな、吸って通るの。頑張ればもう1個入るかな。こっちも2個だったけど、今多分もう1個しかいないと思う。ケイタさんのことを普及して友人に写真集が決まって、テンションが合っていることを見つかって、元気そうで何よりだねって言われました。やったね、元気。うん、肌綺麗。そうね、今特に何もできてないですね。ありがとう。 Please speak English。 そうね、どっちにこう振り分けて喋ったらいいのか微妙なとこだよね。どんなスキンケアを使いますか。でも何でもいいと思うんだよね。保湿してください、皆さん。肌綺麗になりますよ。布教してください。最近食べてこれ美味しいなと思った料理は何ですか。おかゆ。こんなです。ありがとう。オンステ配信は
明日でしょうか。明後日だと思います。多分あの告知します。部活はバレーボールやってました。中高、小学校は野球、テニス、水泳。私個人的に返事もらえますか。どうも、バイオレットさん。ケイタさんのインスタが始めましてです。どうも。なんかいろんなエフェクトがあるんだけど、これどなんか使ってやってみようかな。あ、やばいじゃんやばいじゃん。こんなのあるね。やばい、びっくりしたね、これ。今日本です。あなたのそのシャツでハンサムに見えます。ありがとう。半袖です、これ。あさって、あれ今日土曜日、あ、ごめん間違えた。明日ですね、多分。告知しますよ。日曜日だと思います。レモンぴったりです。お父さんにお母さんにどっちもなんだよね、言われるの。人によって違う。お父さんに似てるねとか言う人もいるし。そう、最近なんかお姉ちゃんにも似てるねって言われたり。今日本雨じゃないです。こんばんは。今これどんぐらいやってんだろう。一人一人にコメント返してくださるのとても嬉しいです。それがそういうのをモットーでやってます。いつものね、あのオンステージの配信ももう基本全部読み上げてますよ。明日の配信も見に来てね。まあ今来た人にもじゃあ告知 しましょうかね。こちら、7月25日に私のファースト写真集33ですね、発売します。でそれに先駆けて、今日8時からこちらの初回限定版のカバーとか初回限定版セットっていうのが出るんですけど、それがこの初回限定版のカバーと、メイキングの DVD とオリジナル T シャツがついて、まあ、1万円弱ですね、販売します。こちらは200部限定となっておりますので、ぜひっていう感じで8時からです。宣伝でした。買います。タンプレ、あ、ありがとうございます。発売は7月25日です。初回特典豪華、そうっすね、豪華だと思います。ヘイヘイヘイ。外国人多いですね。普段メイクしないですね。仕事中だけど。カバーめちゃくちゃセクシー。ありがとうございます。いやー、これはもう
中脱いじゃってるんじゃないですかね。あのアマゾンで販売するんで、アマゾンでもアマゾンで買え、日本のアマゾンで買えれば買えると思います。台湾の人も多分買えると思います。フィリピンからこんにちは。ケイタさんインターナショナルファン多いですよね。舞台の時みたいなメイクめっちゃ似合ってます、ありがとう。さすがにね、普段舞台のメイクしたら相当濃いからね、あれアイラインとか引いてるしね、まあ、でもありがとうございます。してないですよメイク。そう、写真集のお話をちょっとね、あのインスタグラムを見てる、方にもうちょっとお知らせしようかなと思ってやってる次第でございます。女装ね、女装あのちゃんとやります。もういつか日の目を浴びることになると思います。編集しててそれが消えちゃったのね、編集してる途中のやつが。だから元データはあるけどちょっと心折れたっていう感じで、Say hello インドネシア。こんにちは。インスタライブってなんかちょっと どういう風にこうやったらいいか分かんない。いつもはいつものあの配信は、オンステージの配信はあのもうこうやってコメント読みながらね、あでもないこうでもない話をしているんだけど、なんかやっぱちょっと違うよね。じゃあまた新しい女装、いやそうっすね。でも昔やったやつもあれもう1年前とかになるのかな。もう黙ってでもいいね、見ててありがとう。1年前とかなるかな。それはちょっとねこんな感じでやってます、ありがとう。うん、それはそれでアップしたいんですよいつか。そう、オンステージの方はミーティングね。ケイタさん大好き、ありがとう。ハッピーバースデー。ハートサイン、小中大どれですか。ハートサインは初めて入れた。安春さん、安春1283初めまして。女装動画待ってます、勝った。もっとインスタライブしてお願いします、勝った。なんでオンステージの方は見に来てくれないんですか。 Take care Love you 小中大面白い、だって小中大あるよね。元気です、元気です。ゴルフ楽しい、めっちゃ難しいけど。こんにちはインドネシア、こんにちはインドネシア。全部バージョンなんだねえ、わがまま。これスモールじゃん。ショー、あ、やばい、指つった。ショー中大中と大の間、ショー中よりちょっと大きい台。キットカット。指つった。水が足んないんだった。
Hello. タイ行ったことありますよ、もちろん。もちろんありますよ。指大丈夫ですか？指大丈夫です。ありがとうございます。そう、オンステージはね、普段やってるね、土日どっちかにやってる方は、まあ、みんなでこう話し合いながらプレゼント動画応援ポイントの上位の方に送ってるんですよ。で、それを内容をみんなで決めて、で配信終わった後に俺は15秒ぐらいの動画を撮るっていう流れですね。綺麗な瞳ですね。ありがとうございます。いいダイエット方法とかありますか？脂質を抜くこと、減らすこと。タイのリゾート、タイ政府観光局のやつだ。ケイタさんの生放送初めて見れました。嬉しい。初めまして。ミネラル不足。異性の髪型ロング派ですが、ショートアイ。いや、マジで、どっちでもいいって言ったらあれだけど、似合ってたらいいと思いますよ。本人がね、こう、自信を持ってればいいんですよ。どっちでも、ポーズでも。それぞれ良さがあるよね、ロングも。ショート。フィリピンからこんにちは、ジェシー。日本は暑いね、30度弱ぐらい。東京は Are you playing golf? What lately? そうね、横顔マジきて綺麗。横顔なってたっけ今俺。 KD babe?坊主ね。ハロー、インドネシア。髪下ろしてるのナチュラルでありがとう。じゃあそろそろ斜め。そろそろ終わりにしようかな。皆さん、このあと2時間後だね。2時間後にこの予約8時からやってるので、初回限定版です。予約やってます。8時からですね。初回限定版のカバーはこれです。で、初回限定版はこれと、メイキング動画と、オリジナル T シャツがつきます。1万円札があれば買えます。ぜひ200部限定ですので、この表紙を手にできるのは誰ですかね。いや、もう本当に楽しかったしね、写真集は。本当によろしくお願いしますね。タイトルは33歳なので33です。スクショタイム。スクショタイムというと何をしたらいいですか？今日卒検受かったの、おめでとうって言ってほしい。おめでとう。スクリーンショットって 何したらいいの？
もう少しさ、近いて。タタ、お誕生日おめでとう。あなたは何歳ですか？いい質問ですね。33歳です。写真集のタイトルです。私は黒のファンです。返信してもらえますか？どう返信してますよ。早い早い。バツ力こ。じゃあそろそろ何時今？50分だ。結構やってたね。じゃあありがとうございます。たまにはねインスタライブもいいっすね。あのオンステージの方も毎週やってるんで見に来てください。ゆっくりお願い。ブー。はい。だからまあ今日はこう インスタライブの調子を見に来たっていうことと、まあ、普段あの配信をやってるので明日あります。明日あのオンステージの方でもやってるので、そっちだとねあの本当にこう密密でねあのいつもやってるんですよ。見に来てくださいねっていうのと、あのこの後8時からね、しつこいようだけど初回限定版予約が開始になります。200部です。ぜひこの子をお家に連れて帰ってねっていうことで、翔平は知ってますか？何翔平ですか？ほなほな、またインスタライブ見に来てください。バイバイ。バイバイ。 I do